おはようございます。釣り子 TV です。これ、レイドジャパンのダーチ。ね。小さいサイズがスタンバイしていたり、はたまた大きなサイズもね、大人気ですけども、そのすべての、というかまあ、羽物がここまでね、人気になるね、一番、しょっぱな先陣を切ったのが、このダッチ人気だったんじゃないかなっていうことで、あんまりにもですね、新色が魅力的だったもんで、一個ね、持ってるんですけども、追加でもう一個買っちゃいました。でね、まあせっかくの新色なんでこんな色ですよ、なんてご紹介も、しつつ見ていきたいと思うんですが、これね、見ての通りピンク色。ね。これカラー書いてあるのかな、どっかに。ね、サクエビピンクってことでいいのかな。ここにこう書いてあるんですけども、サクエビピンクみたいな感じで書いてありますね。で、価格は3500円だよっていうことでね、まあ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 、大人気ダッチなんですけども、そんでこのピンク色を見て、わあこれやりたいなーって思ってね、ピン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 って来たのがこれね。レイドジャパンからですね、ダッチとともにね、発売されているですね、このマラブフックですね。これいろんな色が展開してるんですけど、このボディにこのピンク超いいなと思って、一緒に買っちゃいました。こっちはね、価格1000円ってことで、またなかなかね、高い針なんですが、その分フッ素加工が採用されていたり、この独特な広がり具合のですね、フック。まあ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 、ちょっとこのピンクに合わせるためにはしゃあねえかと思ってですね、奮発してですね、針も買ってきちゃいました。ただ、もう一個ね、ダッチ持ってるって言ってましたけど、その、前から使っているダッチの針がね、もうだいぶ弱ってきちゃったんで、ロスなくですね、この針をこっちに乗っけて、で、これについてた針は、その元から使っているですね、昔から持っているダッチに、行こうということで、まあ無駄はないんじゃないかなと思って、今回こんなセットでね、買ってみたんですけども、これで、どぎつい色のね、なんか、ギャルみたいな感じの色になるかと思いますので、まあ開ける前にちょっと説明で見ておくと、生めかしく揺らめくマラブ素材ってことで、吸水させてからご使用くださいって書いてありますね。超滑、超滑るでいいのかな。フッ素コーティング採用、貫通力が違うよということと、あと、飛距離向上ということで、水に濡れると収束し、空気抵抗を低減っていうね、あ、そっか、そこら辺まで俺考えて使ってなかったな。まあ、適当にいつも投げてるうちに濡れていい塩梅になっていたんだなぁなんて、この説明を改めて見ると思いますが、じゃあ早速ね、新色のまずダッチからね、見ていきたいと思います。ほいほい、ダッチ、いいね、このケースが上がるよね、ダッチはね。あー綺麗、あー綺麗、はい、あー久しぶりにダッチ買ったなぁ。この色すっげー綺麗ですね。あ、で、そうか。あー、透明だから、重り、こうなってんだってのが改めて初めてね。あー、そうか。ダッチって独特ですよね。なんか、いろいろこういった羽物はいっぱい人気のものありますけども、ダッチはダッチな動きですよね。なんかこう。ナチュラルなんだけども、常にこのボディの独特の大きさで水面下にこうアピールを出し続けているっていうね、なんともダッチな泳ぎあるじゃないですか。その秘密はここのこんな感じの重り、色的にはこれブラスですかね、なんか金色に見えるんですけども、こういったウエイトがこう入って、こことここにあるんですけどね、見ての通り。こうやって配置されてるんですね。で、非常にこう無駄がなく空気質が確保されてるなーってのが透けて見えるとよく見えるんですけども、まあ、顔周りはこんな感じですよね、ダッチの顔なんで。この色、いいなー。あ、ちょっとね、
どうしよう、高えな、ちょっとな、その他にもそう、ビッグツーウェイとかね、普通のツーウェイとかいっぱいいろいろ今回ね売っていたから、持ってるし見送ろうかなと思ったんだけど、これは新色一発でお気に入りになりました。でね、まあ改めてねなんですけど、まあダッチねみんな使ってるとは思うんですけども、何グラムかもねちょっとね改めて測っておきたいと思います。ダッチの重さですね、はい、どうす、32.1グラム。このまあ、ちょっと羽物で大きめなボディな割なんだけども、この1オンスをちょっと超えるぐらいの絶妙な重さね、これがあの投げやすさとかね、まあどんなタックルでも、まあスピニングの柔らかいやつとかねあれですけども、ベイトタックルであればね、そのサッとね出してサッと投げれるっていうね、そこまで重くない、この感じとかもねダッチの良さなんじゃないかななんて思いますが、じゃあね早速ですね、せっかく買ってきたんで、この毛ね、毛っていうか、まあ、毛付きのフック、これをね装着してですね、エツに浸りたいと思います。まあねこう家にいる時間が長いからね、ここら辺のこう針を交換してみたりとかね、そんな作業を、みちみちとやりながらですね楽しんでいきたいなぁなんて思うんですけども、あでダッチね、これ改めて見るとスプリットリングとかも結構これごつい、すげえごつめのスプリットリングなんだな、大物が来ても大丈夫ですよみたいなね丈夫めなスプリットリングがついてますが、早速ですね針を変えていきたいと思います。これねほんと刺さりがいい針なんで、できればねプライヤーね、スプリットリングプライヤーとかそういったのを使って慎重にね作業を進めた方がいいと思いますが、なんだろうこのこれはなんだ、人形遊びをしてんのかなみたいなね不思議な感覚になりますね、こんな綺麗な色だと。はいはい、ついたポンとこれ一個付け替えただけでこの感じっすよ、もういやなんとも言えないな。でもねどうですか、このね針変更ありじゃないですか、もしねこの色変えたらみんなやってみてください。なんか付け替えてると俺なんだろう、これ釣り具の準備してんのかな、何してんだろうって、なんか不思議な感覚になってきますんでね、このなんだろうこの景色で不思議な状態になっておりますが、はい、ね、はい付け替わった。うわーちょっとね釣り具屋さんの針コーナーでこの針ね、あちょうどピンクがあってね、そんでもってこれ買っとこうと思って今、まあ、早速家帰ってきてですが、これやっぱ独特な魅力がありますね、ダッチって。なんか不思議なね、なんだろうってもうね発売からだいぶ経つしね、あとそう正月の初売りなんかでもまあダッチね並んでたりして、でも持ってるしなーってなー、いろいろこう見送ったりして結局あんまりダッチ増やしてなかったんですけども、この色にはねもうビビビってやられちゃいましたねちょっともうホワホワしてて何が映ってんだかって感じですけども、まあこれがデカバスのね口にぶら下がってね、もしすることができてね、この後釣りとかガンガン行ってね、んでこれがピローってね吊るされたらこれはいけてんじゃねえかなと思って、今回はですね、
服ごとですね、買ってきてみました。まあ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 、改めてダッチ、今年はねチャンスがあったら投げれるタイミングでどんどん投げていこうと思いますんでね。でこの他にもですね、新色はですね、いろいろ出ていて、目を引くですね、白い色にこう稲妻のような背中のなんか入ったですねカラーとかね、非常に、いい色いっぱい増えてたんで、もし店頭で見かけたらダッチで、こういう遊び方もできますんでね、なかなかお家から出づらいこの時期ね、これ飾っておくだけでなんかね、パソコンのそばにでも置いとこうかなってね、気分上がりそうだななんて、そんな感じなので、まあ新色のご紹介っていうのと張り交換ということでね、これはもうね、今でもこうファンシーに見えてすんげー鋭いですからね。今こうちょっとふわって撮ったらで、ね、軽く指に刺さり出しましたけども、今回はねこんな感じで終わろうと思います。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、もうレイドジャパンのね大人気ダッチね、それに、ピンク色の針つけて遊んでたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。